はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日も始めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でもアパレルブランドをされてらっしゃる宮村さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども自己紹介していただいてもよろしいですか。ゲズというブランドをしております宮村信子と申します。西アフリカのセネガルという国で活動しておりまして、アフリカ布を使った商品やセネガルをテーマにした商品を販売し、現地の女性支援の活動をしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。めちゃくちゃスラスラしてますありがとうございます。この3本の動画で宮村さんがなんでアパレルブランドをやりたいなと思ったのかっていう部分も含めてちょっとお聞きしていきたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。はい、宮村さんがそもそも海外とか国際協力とかそういったところに興味を持ったきっかけってところをお聞きしたくて、何がきっかけだったんですか。きっかけは大学に入る前に読んだ一冊の本がきっかけだったんですけども、はいはいはい、それまで私は海外に全く関わりがなくて、高校の修学旅行でオーストラリアに行った程度の知識しかなかったんですけれども、はいはい、たまたま大学に入る前に読んだ本が、うん、セネガル人のキャディ・コイタさんという女性が書いた自助伝で説得されてという本がありまして、はいはいはい、でその本を読んだことがきっかけでセネガルに行くことになりました。あ、なるほど。キャディ・コイデさん、キャディ・コイタさん、コイタさん、それは日本人ではないですよね。そうですね、セネガル人の女性が書いた。え、それを宮村さんが大学に入る前に手に取って見たってことですか。たまたま手に取ったんですけれども、はい、教師が幼い女の子が白黒写真で、はい、すごく怖そうにこっちを見つめているような写真でタイトルが切除されて赤い帯がついてて怖すぎるんだけど怖いなっていう印象だったんですけど。え、切除されてっていう題名なんですか。そうです、タイトルが。そうなんだ。何に切除されたのですよね。え、ちなみにそれはなんで手に取ろうと思ったんですか。最初すごい怖いなと思って他の本にしようかなって思ったんですけれども、うん、すごくもうその本が頭から離れなくて、うん、何を切られたんだろうとかどんな本なんだろうっていうのがすごく気になって、一周した後また戻ってきてしまうこんなに気になるんだったら、うん、もうこれ本名かもしれないから買って読んでみようっていうことで、はいはい、読んで今その著者の方と一緒に活動させていただいてるんですけど。え、そんなことあるの一読者が著者と一緒にできることがあるんですね。すごいな。ちなみにそれはどんな本だったんですか。それはですね、キャディさんの自叙伝でして、はい、本当にただただ元気に楽しく生きていた女の子が7歳の時に今日はお清めをしますよっていうふうに朝言われて、綺麗な服を着せられて何かお祭りでもあるのかなっていうふうに思ったら、はいはい、村の女の子たちが一度で集められていて、はい、部屋の中に一人一人呼ばれて、アフリカや中東で一部の地域で行われている女性器の切除っていうのがあるんですけれども、それで一人一人呼ばれて部屋の中で切られてしまうっていう経験をされて、でそこから13歳で強制的に結婚が決まって、もう本当に自分の自由がないっていう生活をされてきた方で、その自叙伝だったんですね。はいはい、すごい私とってはショックだったんです。いや、今聞いてるのでも衝撃的なんですけど、え、女性器を切られるんですか。そうです、今も年間400万人って言われているんですけれども。なるほど、ちょっとそれ後から深掘りしたいなと思ってるんですけど、はい、その本がきっかけでそんな現状が起きてるんだっていうのを感じて、国際協力というか海外とかアフリカに興味を持ったって感じなんですね。そうですね。なるほど。実際その本を読むじゃないですか、大学進学して海外に行くことってあったんですか。本当に旅行で行く程度で全然行ってなかったんですけど、大学に入って、はい、私は国際系の学部に入ったので半分ぐらいの人はもう留学に行ったり、で休学してバックパックで世界一周するみたいな。なるほどなるほど、ありましたね。方たちが多かったんですね。ありましたありました。私自身は、うん、あんまり他の大学に留学して何か勉強したいというよりは、どちらかというと自分が興味がある国に行ってみたいっていう気持ちが強かったので、じゃあセネガルに行こうっていうことで本をきっかけに大学を休学してでセネガルに行くことにしました。そうなんですね、うん、大きい決断をされたわけですね。そこで
ちなみにみんな留学するじゃないですか、はい、留学して1年間交換留学制度みたいなのがあったってことですか？ あります、はい、じゃあそこには乗らなかったってことなんですか？乗らなかったです。逆にあの2年まで学校にお金を払わず休めるっていう制度があったので、うんうん、そっちを利用しましたね。あ、そうなんですね。それはお金を払うことなく休学できるみたいな。そうです。なので戻ってまた1年大学にお金を払えば4年分の学費で5年いられると。していられるということで。あ、そうなんですね、はい、なるほど。ちょっとじゃあ深掘りしていきたいなと思ってるんですけど、はい、休学してセネガルに行くんですかね？ちょっとバイトしてお金も少し貯めつつ足りないお金は親に借りて4ヶ月間のセネガル滞在をします、はい、なるほど。実際セネガルに行くじゃないですか、初アフリカじゃないですか？そうですね。大学何年生の時に行ったんですか？大学4年を休学したので21歳ぐらいだったと思います、うんうんうん。実際じゃあ行ってみて最初降り立った時、はい、どうでした？その時朝の4時半早っ真っ暗だったんですね。早っ。確か2月とかだった気がするんですけど、はい、まだちょっと寒い冬の時期で、うんうんうん、真っ暗でいろんな人がわからない言葉で話しかけているので、はい、とんでもないところに立ち上がったって最初は思いました。なるほど。実際日本からだとどうやって行ったんですか？そもそも、はもうとにかく安く行きたかったので何回も乗り継いで、はい、最近確か落ちてしまった中国と東北で中国まで行き、はい、そこから別の飛行機に乗り換えで、うんうん、モロッコ経由でその時は入ったような気がしますが、モロッコ経由でセネガルなんだ。本当にその時往復で13万円ぐらいしか確か使ってないので。ちょっと待って、飛行機代で13万円？はい。めちゃくちゃ安くないですか？それは多分私が乗り継いで2日間ぐらいかけて行ったんですけど、2日間普通に行けばちょっとお金のない学生だったので。まあですよね、そういう時あります。あります。乗り継いで行ったんですけど。すごいな、13万。確かそれぐらいでした、ね、だからもう機内食めっちゃ食べたってことでしょ、だって。疲れませんでした？疲れました。まあ、ですよね。で、4時に着きます。4時に着いた後の宿は決めてたんですか？宿は泊まるホームステイ先が決まってはいたんですけど。あ、そうなんだ。着いた空港のところからまたバスでとかタクシーですごい長い距離を移動しなくちゃいけないので、うんうん、朝になるまで休んでくれって言って、うんうん、そのホームステイ先を用意してくれるっていう団体が一応少し寝る場所は用意してくれてたので、そうなんですね、朝行ってすぐ少し寝てから朝出発、はい、なるほど。ちなみになんですけど、ホームステイっておっしゃったと思うんですけど、はい、どうやってホームステイ先見つけたんですか？ホームステイをしながらボランティアができるっていうような仕組みがある団体で、そこに申し込んで行ったので、はいはいはい、一応最初の宿は用意されています。なるほど。それは日本の団体ですか？イギリスが元になってる団体で、うんうん、日本にも横浜に支部があって。あ、そうなんだ。そういうのって応募する感じなんですか？そうです。お金さえ払えば面接もなく誰でも行けるっていうようなプロジェクトだったので、はい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 、そうなんだ。じゃあそこのボランティア4ヶ月間行くんですか？そうですね、4ヶ月で行って、結局3ヶ月そこでさせてもらって、うんうん、残りの1ヶ月はそれこそ著者の方に会いに行ったり、あ、いるんだ。はい、他の村を回ったり、バックパックしたり、はいはいはい、そういうことをしたんですけど。あ、そうなんですね。ありがとうございます。あ、じゃあ実際セネガルに降り立って、最初はそこの NGO の団体でボランティアをしつつ住んでましたと、はい、じゃあその後その残りの1ヶ月っていうところに関しては自分で回ってたみたいなイメージですか？はい、そうです。あ、そうなんですね。実際セネガルに行って、でその後ボランティアでは何をしてたんですか？は2つボランティア先を用意してもらって。あ、そんなのがあるんだ。また、はい、どうしますかって聞かれたので、はい、もう私はいろんな経験をしたかったので、ね、欲張って午前と午後面白い。そうなんですね。午後だけでもいいですよっていう感じだったんですけど、はい、2つやりたいです。その2つは何のボランティアだったんですか？午前は幼稚園の補助の先生で、あ、そう、午後はタリベと呼ばれる向こうでいうトリトチルドレンみたいな子供たちがいるんですけど、その保護をするセンターみたいな、うんうんうん、ところでボランティアしてました。そうなんですね。幼稚園の先生の経験もあったんですか？ないです。あ、まあでも子供好きであれば OK って感じだったのかな。そこも本当に人によって全然違っていて、うん、何をやってもいいよっていう感じだったので、はい、折り紙を持ってて、うんうん、誕生日のこのカードを女の子に作ったりとか、うんうん、うん、あ、そうなんですね。じゃあその2つで仕事をし始めるって感じなんですね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとこの動画では宮村さんがなんで国際協力に興味を持ったのかっていうところからセネガルに行く触りをちょっとお聞きしたんですけど、はい、次の動画でもう少し深掘りして何を経験したのかっていうところをお伺いしたいなと思ってます。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。